なかった。撃ってみなきゃわかんねえだろうが、次は決まるかもしれないじゃねえか。朝日さん、朝日、待てよ朝日。お前だって拾っても点に繋がんないなら虚しいだろ。朝日さん、おい、うせえ。けどよ、試合中会場が一番ワッと盛り上がるのはどんなすげえスパイクよりスーパーレシーブが出た時だぜ。スパイクが打てなくてもブロックができなくてもボールが床に落ちさえしなければバレーボールは負けない。そんでそれが一番できるのはリベロだ。なんつっても俺は先輩だからな。うるせえ、うるせえ。てめえ今なんつったこら。よっしゃ、心配することなんかなんもねえ。みんな前だけ見てけよ。背中は俺が守ってやるぜ。わずか一度のサーブ権、持った武器はたった一つ、サーブ。その一本、プライドも試合の流れも全て乗せて勝負する。それがピンチサーバー。最近の月はかっこ悪いよ。すごく頑張ってカラスノで一番の選手になったとして、その後万が一にも全国に行くことができたとして、その先は果てしなく上には上がいる。たとえそこそこの結果を残しても絶対に一番になんかなれない。どこかで負ける、それを分かってんのにみんなどんな原動力で動いてんだよ。そんなもんプライド以外に何がいるんだ。わずか苛立ちと焦りを深い心に待ってた。25点中の1点、たかが部活、取ったのはたった1本、5セットもあったのに、ほんとかっこ悪いわけないじゃん。僕いじけてる暇ないよ。全国全国いくぞいくぞいくぞ